贅沢ですね。このようにください。大阪南森町にありますしまなみフレンチ村上と申します。よろしくお願いいたします。本日はお魚料理、ということで、マダイとエビを使ったお料理をご紹介したいと思います。ではよろしくお願いいたします。まずソースから、作っていきます。でソースに入るのがこのエシャロットと、マッシュルームですね。それと、材料、魚のアラ。このソースに向こう魚としてやっぱ白身魚ですとか、あとアマダイですとか、そういったようなお魚のアラを、使っていくとより美味しくなります。で大体、魚をおろしたらですね、こんな感じのアラが出ますので、こういったアラをですね、ハサミで切ったものですね、ご用意いたしました。これお魚をよく水にさらすんですけども、新鮮なこう鮮度のいいお魚でしたらもうそのままで僕はいけると思います。であとお魚、こういったところにこの血の通り道がありまして、こういったところをですねこのように、ハサミを入れてもらって細かく切っていくということですね。でこの尻尾とかヒレとかなんですけども、こういったのは海の汚れがやっぱりどうしてもついてるんで、こういった部分はこのようにして省いていきたいと思います。はい、でこれを細かくこう骨をですね、切ったものですね。もし血がたくさんついてるとかだったら一回水洗いしていただけたらと思いますけど、水にはたくさんつけない方が後で美味しいソースが仕上がると思います。でこのようにあらかじめ掃除したものが、このようにあります。でこちらと、お野菜ですね、今から切っていきます。まずエシャロットですね、皮を剥いたものを、エマンセと言いまして薄くこう切っていきます。であとおソースに入れるこの具材は後からこしますので、ひとまずこう薄く味が出やすいようにカットしていきます。はい、これでマッシュルームとエシャロット、カットできました。続いて、こちらのアラを炒めて、そこに、アラが炒まった後に、お野菜加えてさらに炒めてから、シャンパンを注いで、ソースのベースを取りたいと思います。はい、こちらですね、まずお鍋、に、オリーブオイルを加えます。結構魚にコラーゲンがあるので結構くっつきやすかったりするので、少したっぷりめの、オイルを加えて、ここで加熱します。ではこの、アラをですね、この時弱火というよりも結構強火の中で、お魚アラを炒めていきます。でこのままお魚のアラをしっかりと炒めて、こう骨を潰すような感じでですね、旨味がこの底に焦げついたりするんですね。でこういった旨味っていうのを、ちょっとお水を使って、このままいくとちょっと焦げちゃうので、少しお水を使ってこうここの部分を煮溶かしながらですね炒めていきたいと思います。でこの間こう炒めてる間に魚の生臭みもなくなっていきますので、このように白っぽくなるまで、炒めてください。でこうなったら次、お野菜、先ほどのエシャロットマッシュルームですねを加えます。でここで、野菜に軽くお塩をすることによって、お野菜からこう水分が出るので、先ほどのお鍋に焦げついたあれが結構うまみ成分になりますので、そういったものをこのお野菜の水分でこうそげ落として、なるべくその焦げないように作っていきたいと思います。でお野菜が、しんなりしましたら、ここにシャンパン加えていきます。でこのシャンパンをですね、今日は2分の1本分。贅沢ですね。贅沢ですね。このシャンパンのやっぱ心地いい酸味とか
コクですね、そういったのがこう最後凝縮されて、そこにあのクリーム加えることで、そのはっきりとした骨格のはっきりとしたあのソースに仕上がります。シャンパン、お酒を加えたら、お魚アクが出ますので、そういったあの最初のアクですねはこのようにしてあの取り除いてあげたらいいと思います。で、あのお魚のお出汁とかでもよくあるんですけど、こう沸騰するまでに、このアクは取っておいた方が、あの沸騰してからだとその魚の生臭みとかがあのアクになって出るんですけど、そういったのがこうソースにこう馴染んでしまって、ちょっとあの生臭いソースができるので、なるべくアクは早めに沸くまでに取ってあげたいと思います。沸かします。沸かした後で、その後もうあの沸くか沸かないかぐらいの、液体で、30分、ソースを作っていきます。続いて、付け合わせを作っていきます。で、付け合わせなんですけど、本日はアサリのお出汁とお魚のお出汁とシャンパンを合わせておソースを作りたいなと思いますので、こちらですね、一度こういうようなアルミホイルで、6時間ぐらい砂抜きしたものですね、海水を加えてハサリを6時間ぐらい、砂抜きしたものをご用意しておきます。続いてコールラビ、っていうお野菜ですね、9月から10月ぐらい、夏の後半に青々しいコールラビ、これ紫コールラビなんですけど、青いコールラビが出回ると思いますので、そちらを今日付け合わせに、したいと思います。で、このコールラビ、結構皮面が結構繊維が強くて、結構口に残りやすいので、こう剥いてて、こういやかぶらを剥いてるような感じで、こう柔らかいなと思うところまで剥いていただけたらと思います。で、この頭の方ですね、葉っぱが生えてる方、ここに結構繊維が集中してますので、これ結構繊維質が硬いので、結構取ってあげることをお勧めします。で、コールラビなんですけど、ちょっと本日はちょっとイチョウのような形にカットしてソテーしてから、最後貝とかの、シャンパンのソースで少し、絡めてお出ししたいと思います。で、このように切れました。で、ほうれん草はですね、そのままこれを、茎も結構美味しいですので、茎のところですね、2分の1にカットして、ソテーしたいと思います。はい、こちら先ほどのアサリですね、このまま蓋を開けたいと思います。アサリをこうまず、入れまして、そこに、お水と白ワインですね、加えます。で、これで蓋をしてですね、アサリの口が開きやすいように、してあげます。で、開いたらアサリをすぐ取り出しますので、で、アサリから出るだし汁はソースの方に使って、アサリの身は、付け合わせとして漬けたいと思います。はい、続いて先ほどのコールラビ、ほうれん草をソテーしていきます。オリーブオイルを加えまして、そこに先ほどのコールラビですね、加えます。で、コールラビは結構生でも食べたりするんですけど、火を加えても独特の食感と、が出ますので、非常に美味しい、お野菜です。で、あと貝類とか、すごく相性がいいので、僕は好んで使ってます。ここに、お塩ですね、軽くしまして、少しこう色づくような感じでソテーをしてあげますですね。で、先ほどのアサリがですね、蓋が開きましたので、こちら、アサリの蓋を、で、アサリが蓋を開いたら、結構早めに取り外してください。アサリ自体がやっぱ固くなっちゃいますので、このように蓋が開いたものから、さっと取り出します。
一度こういったペーパーでもし土とかあったらいけないので、このように丁寧に布越ししてあげます。でこれアサリのお出汁、後でおソースに使うので軽くこのまま、煮詰めておきます。でこのコールラビ、軽く色づいたのでこのまま、揚げておきます。で、こちらのまた鍋を使いまして、次ほうれん草ですね、火を入れていきます。ほうれん草、焦がしバター、で少し、炒めるというより軽くこの油の中で、炊いてあげるっていうようなイメージで作ります。でこうニンニク、が少しありますので、この鍋にニンニクの香りだけを、つけてからこのバターの中で炒めます。でこちら、ちょっと香ばしい色合いになってきたので、こちらの中でほうれん草を加えて、お塩を加えます。でほうれん草は後から、またソースで絡めますので、この時は結構強火でですね、さっとほうれん草がしんなりするまで、炒めていきます。はい、ほうれん草が出来上がりました。これをはい、これで、先ほど、のお魚のソースですね、30分炊いて、その後この上にラップフィルムをかぶせて20分寝かして、魚のお出汁が、シャンパンに溶け込んだものですね。こちらはこし器でこしていきます。でこの時骨の中にですね、旨味とか、液体が残ってますので、このようにこうスプーンで押してしっかりと、お出汁を出してください。先ほどのアサリのお出汁をこれをこう合わせまして、より魚介の味のする、ソースのベース液体ですねができました。でこちらをですね、2分の1かもしくは3分の2ぐらい、もっとこの、魚の味が出たような状態になるようにおソースをこう煮詰めていきます。でこの時ボコボコ沸かすっていうよりもゆっくりと煮詰めていく方が、雑味が出ないので、おすすめします。でこの時、少しアクがやっぱり出てきますので、アクとかをこのように取り除いていただけたらと。はい、それでは次ムースを作ります。で、あらかじめ、材料はこちらにご用意しております。エビと生クリームで砂糖塩でバターですね。バターは常温に戻したものをおすすめします。で卵で卵白で作るときと全卵で作るときとあるんですけど、全卵で作った方が最後コクが出ますので、例えば白く仕上げたいときは卵白のみで、で白さとかそういった色にこだわらないときは、卵黄も加えて作っております。でこちらなんですけど、やっぱり少し臭みが、土っぽいような臭みがあるので、ちょっと片栗粉と、片栗粉の中でこう揉んでいきます。でその時にエビの周りについている汚れとかが、取れますので、でこういう風にして取ってやったやつを一度洗います。洗うとですね、お水がこう黒く濁ってると思うんですけど、こういったのがエビの汚れになりますの でこれをしっかりと、水気を切ります。ペーパータオルなどで、このように水気を切って、であとですね、ムースを作るポイントとして温度っていうのがすごく大事で、ぬるくなったエビとか、例えば冷蔵庫から出してと立ったエビとかと、あと冷たい素材ですね、卵とかが、そういったのがこう温度差がありますと結びつきが悪いので、
あらかじめすべて材料、ロボクープ自体もこれも冷蔵庫で冷やしておいた方が後々分離しにくい、状態となります。でその中にエビを加えます。で一度ペースト状にします。でこの時も回しすぎない、極力回しすぎないようにしてエビを早くですね全体的にこうペースト状にしていきます。でこのように、ペーストになったらここに分量のお塩と砂糖ですね加えます。で、柔らかく戻したバターもここに加えます。ここで一度、もっと滑らかなペースト状にしていきます。なるべく温度を、上げたくないので、素早くここは作業していきます。で、このような状態になったら、卵ですね、全卵をちょっとゆっくりと加えていきます。でこのように先ほどの、すり身が、ちょっと 卵黄の加減で、薄い黄色を持ったようなペーストになりますので、もう少し、滑らかにしていきます。ただこのように滑らかなペースト状になりましたので、これを次目の細かい、網でこしていきます。はい、こういう、裏ごしの、ものをご用意しまして、そこにですね先ほどのムース、こちらをですねこのようにこの時に網の上に、ドロドロとちょっとエビの、ミンチっぽいものがたくさん残ったら、ちょっとフードプロセッサーで回しが足りないと思います。なんでそういう時は再度回していただいて、ここでまたこしていただけたらと思います。このようなちょっと硬いヘラで押し込むと、こうすることでやっぱ細かい目のものでこすことですごく後々滑らかな、食感の、ムースが出来上がります。このように、白っぽい、ムースが出来上がりますので、これを、一度氷水でですねこうボウルのヘリにですねこのようにムースをこう分けてから、これで冷蔵庫で2時間約2時間ですね、このムースを締めてあげます。でムースを締めることによってですね、ムースがぐっと固くなって、生クリームを加えた時にでもしっかりとした、ムースができます。一度冷蔵庫で2時間寝かします。こちらが、2時間ほど氷水の中で締めたムースですね、もう全然そのムースのダレがない締まった状態に、ここにですね、冷たい生クリーム、こちらも冷たい、こっちも冷たい、両方冷たい状態で合わせていきます。で最初少し加えてですね、こちらをゆっくりとこの混ぜ合わせていきます。でこの生クリームとムースがですね馴染むまで混ぜてください。このように、馴染んだら、次の生クリームを、加えます。でこれをまたしっかりと、馴染ませてください。では次また入れていきます。で最初の方少しずつで、途中クリームが馴染んできたら少し多めに加えても
大丈夫です。で、決してロボクープの中でクリームと合わせないでください。温度差とあと生クリームが 47% の動物性のタイプを使っていますのでそのロボの熱で分離しやすくなるので、このようにクリームは後から手で加えて混ぜ合わせると。で、先ほどのムースからどんどん生クリームが加わることによってより滑らかに柔らかくなってきました。ではこちら最後加えていきます。で、こうしっかりとムースが混ぜ合わさるまで混ぜていきますで、このムースが入りましたら、どういった状態のエビをちょっと使うかとかいろんなことがあるんですけど、少し臭み消しに、こんにゃく、このように回しかけてここで、臭みを取ります。ブランデーであれば、はい、対応できると思います。で、こちらですね、この後すぐに絞るよりもこれをまた、冷蔵庫の方で、閉めておく方がより固いムースになりますので作業性がしやすいと思います。はい、こちらの鯛を、3枚におろして骨を抜いて、こういう長方形のような状態に、魚を、加工したものでございます。で、マダイ、結構皮面にコラーゲンの質があって、皮ごと食べる方が僕は、美味しいと思いますので、けどこの後、蒸しの作業になります。けど蒸した時にですね、皮に火が入ってないと皮は硬く感じるので、ここで先に皮面を、霜降り、していきたいと思います。このように熱々に沸いたお湯をですね、この鯛の皮にかけると、このようにだけを、まず先に火を入れて柔らかくしておきます。で、この後ですね、このようなペーパーで、水気を切ってもらって、こちらを今からムースと海苔と一緒に、巻いていきたいと思います。はい、次に魚を、お塩していきます。こちら先ほど霜降りした魚に、このように塩だけをですね、胡椒は結構香りがきつくて魚の風味を邪魔するので、あまり使わないです。で、焼き海苔ですね、焼き海苔をこちらをちょっと2分の1にカットしたものですね、そちらをラップを、この台の上に広げてから、先ほどのムースですね、先ほどのムースを少しここ1センチぐらい、開けまして、ここからこう両端まで口金を入れたもので、このように、絞っていきます。大体こう鯛を、一周包み込めるような、ものをこのように端から端まで、口金を入れておくと均等的に広く、絞れますので、このようにして用意します。で、先ほどの鯛ですね、こちらムースの上に乗るように、で、こちらを、先ほどの、ラップしたものでですね、こうゆっくり、手巻き寿司のような感じで包み込んでいきます。で、この海苔が、余分な海苔、ちょっと邪魔になりましたら、このようにカットするか、もしくはあらかじめ、それに合ったサイズの海苔を用意してください。で、これそちらを、きれいな、ロール状に巻き上げていきます。で、この時にですね、ラップを折り曲げて、で、ここで丸い、形を作るようにこうラップでこう食材を
締めていくような感じで手前から巻き上げます。で最後に来ましたらここを、少し折り曲げておくと後からあのラップが外しやすいのでこのようにしていきます。でこうこのように台の上をですねラップでこう転がすように転がすようにすると、きれいな、円筒形のようなものになります。ラップにこう食材が引っ張られて、ちょっと微妙なこう形になってしまうのでこういったような、ものでこの何箇所か穴を開けてあげます。でこれで空気の抜け道ですね作ってあげてこれをもう一度こう締めますとさらにしっかりと食材が締まります。このような中で、先ほどのお魚ですね、蒸していきたいと思います。で直接やっぱり100度のお湯に素材が触れたくなくてゆっくりと火を入れたいのでまず下で沸いた状態ですね沸いた状態でこの、マダイを入れます。でマダイを入れてこのまま、中火ぐらいの火の設定にしてここで一度蓋を閉めて、中が、蒸気が立った状態にします。でここで一度2分間、火を入れてその後火を消して8分ほど、火を入れます。はい、こちらですね、先ほどのソースを、2分の1、ぐらいに詰めて、魚介のうまみの乗ったものですね、そちらにですねクレームドゥーブルっていう半分に煮詰めたクリーム、っていう商品があるんですけど、そちらの商品ですねこちらの中に、加えていきます。でここで一度、このクリームを、液体に溶かしたいので、バーミックス、かけてあげます。このように、バーミックスをかけてあげてこの時点でシャンパンと生クリームが本当に混ぜ合わさってそこからお魚の味が引き立ってくる、ちょっと酸味もあるんですけどコクもあってでやはりキュメドポワッソンとか魚のお出汁を使ってない分すっきりとした味わいの、おソースに仕上がってます。でここにですね、最後バターを、何かけか加えてこのソースをですね、モンテと言いましてちょっとこのまま、ゆすってこうバターを液体に、溶かし込むという作業をしてから、ソースを置いておきます。でこちらのソースを少し置いといて、先ほどの、ほうれん草とかですねこちらを、少しこのソースの液体の中で軽く炊いてあげたいと思います。アサリは殻付きでも殻を外されてもどちらでもいいと思います。はい、でこちらのソースですねこのようになったところでこちらのソース絡めるときは温め直すような、イメージでですねはい、これで、付け合わせができましたので、リンゴジュースの、燻製の泡を今から作ります。でこちらリンゴジュースですねこういう燻製の香りをちょっとまとわせたいので平たい、バットにちょっと入れていただいてこちら燻製チップ、ご用意しております。でこれに今から火をつけていきます。で冷燻といいまして、下から温めず煙だけを回してリンゴジュースにゆっくりと香りをつけていきたいので、下から、軽くこういった、箱の中に、アルミホイル、かましてから、桜のチップ入れています。こちらの一度チップを焼き切ってから
スモークをかけていきたいと思います。はい、この状態は火しか出てないんですけど、この、チップが、ほんのりこれから焼けてきますので、この、火を消してあげると一気に煙が立ちます。であとは、スモーク、の、はい、このようなこう煙が立ちますので、こう煙が立ちましたら、ここの部分にですね、この中で、蓋を閉めて、先ほどリンゴジュース、鉄板に入れたものと一緒に、20分ほどゆっくりとかけていきます。でこのまま途中で煙がなくなったりしたら、また先ほどのチップの入った入れ物を火にかけて、火をつけて、何回か繰り返して煙をですね、香りに移していきます。でこの煙を、リンゴジュースに移すことで、ちょっとカルバドスのようなリンゴで作ったブランデーのような感じの香りに変わりますので、そちらがちょっとソースとお魚のアクセントに、したいと思います。先ほど、スモークかけた、リンゴのジュースとなります。こちらにレシチンを加えて、泡立てていきたいと思います。で泡立てるとき、広いお鍋の方が、泡立ちやすいので、ちょっと、ボリューム、その中の液体の量からするとちょっと大きなお鍋なんですけど、そういったときにこういうレシンですね、レシンを、加えて、こちらハンドブレンダーで、混ぜ合わせて、このレシチンが溶けるように、します。このようにこう、でこれで泡立ちが少し悪かったら、だいたい人肌程度に温めると、泡立ちが良くなりますし、泡の持ちも良くなります。で空気と液体の表面ぐらいでこうバーミックスで泡立てると、こういうソースは一気に、泡立ちますの でこのように、泡になって、状態が保った状態ですね。盛り付けたいと思います。こちらの、先ほどのほうれん草、で先ほどのコールラビですね。で真ん中におソースと泡を流しますので、ちょっと真ん中がこう液体が漏れないように、このようにお野菜で囲ってあげるような感じでですね、で先ほどの、ソースですね、こちらのソースを結構さらっとしたものです。でこちらのソースをさらっとこう、流しまして、その次に先ほどの、リンゴのスモークの泡ですね、こちらがこのように状態がこのように持ちますので、先にこのソースと泡を広げて、ここで先ほど蒸し上げたこのような感じで、出来上がります。で少しですね、やっぱ形を、整えるために両端部分を、このまま、ラップごとですね、切ってあげます。で、先ほどのラップの接着面ですね、接着面でこのようにしてラップを剥がしてあげます。このような感じでこうしっとりとみずみずしくふっくらとしているようなマダイの状態を、目指します。
でこちらをですね、先ほどのこの泡が立った上にこのようにして、であとこの周りにですね、こちらのちょっとのりを使ったので、シソの芽とかですね、そういった、のりとも相性のいいようなお野菜ですね、このようにして飾ります。どうぞお召し上がりください。いただきます。海苔の香りしますか？海苔の香りとソースですかね、スモークの香りも、リンゴの燻製のね、香りが引き立ちます。柔らかいですね。やっぱしっとり蒸すことで、はい、で、あと海苔が意外とすごく綺麗なフォルムをね、包み上げてくれて、じゃあ、いただきます。どうですか？ソースがはい、シャンパンの味が口に入れた瞬間にしてすごく美味しいです。あと海苔の風味もしっかり入って、あとエビも中に入ってますね。そうですね、エビとマダイを海苔で巻き上げて、でそれぞれ主張する形を取りました。バランスを取るためではなくて、それぞれが各々主張する一皿。美味しいです。ありがとうございます。はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。